はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、8月の、14日金曜日でございます。まあ、お盆期間中真っ最中なんですけども、今日ですね、ついさっき今ね撮影してるの、午前の11時なんですけども、Google からちょっと通知が来まして、何の通知かというと、皆さんお待ちかねのあのスマホでございます。 Google の Pixel 4a ですね。こちらの予約が開始されましたっていうね、通知が来ました。ツイッターの方にね。Google Japan のあのツイッターの方があるんですけど、Pixel 4a のなんかツイートの方にいいねをしてるとなんか通知が来るみたいな話があって、まあ、そのツイートに対していいねをしていたんですけど、まあそうするとね、速攻でちょっとこの予約購入がスタートしましたっていうね、Pixel 4a の14日にね、どうやら予約が開始されたようでございます。ということで、早速もう予約今ね完了したばっかりです。はい、いやーちょっとね、 Pixel 4a に関してはあの安すぎるからね、本当に。42,900円でした。なので、まあミドルスペック、まあミドルレンジのスマートフォンではあるんですけど、相当やっぱりね、お手頃というか手に取りやすい価格の、まあ、スマートフォンになっていると思います。で、なんだけど、あの驚くほどね、多分ね、あの使ってみると、あの快適に多分動くと思うんですよ。あの普段使いとかね、全く問題ない、ストレスのないスマートフォンになってると思うんですけど、安いんですよね、とにかく。っていうところで、結構なかなかね、面白い、スマホになってるかなと思います。はい、っていう感じで、こちらにですね、今 Pixel 4a のちょっとね、公式ページの方見てますけど、あの購入できるのは、あの Pixel 4a に関してはソフトバンクと、あとは Google の公式ショップから、ね、購入することができます。で、私は特にあのソフトバンクでは契約していないので、今回ですね、まあいつも通りですね、Google ストアの方で注文しました。SIM フリーで、ね、購入することができるので、それやっぱりありがたいですよね。はい。特に契約とか不要でネットでポチッと注文すれば端末だけ届くので、まあ SIM 入れるんだったらそのまま SIM 入れればいいしっていう感じで、使えます。SIM ロックの解除とかもいらない。ので、やっぱそこがね、すごいありがたいです。まあ、最近、ギャラクシーとか、OPPO とかね、まあ、いろんなスマホ購入しましたけど、あと、Xperia 1 Mark 2とかも購入しましたけど、なんか、ああいう、なんというか、フラグシップの、まあ、ハイエンドのスマートフォンって、SIM フリーでなかなか出してくれないんですよね。なので、まあ、私の場合は、まあ、au で、契約して購入してます。っていうところはあるんですけど、まあ、結局その後、まあ、SIM ロック解除して別の SIM 入れて使ってるので、本当はですね、SIM フリーで単体で発売されたら一番、まあ、楽だしありがたいかなと思うんですけど、Pixel 4というか Pixel シリーズは基本 SIM フリーで出してくれますので、それだけでも、なんというか気軽にこの機種変ができる、価値があるのかなっていうふうに思います。はい、Pixel 4a ですね。で、ちょっとね、公式ページ見ていくんですけど、まあ、カラーはですね、ジャストブラックのみですね。黒だけなんですけど、やっぱり今回の Pixel 4a って、ちょっとね、目新しさがあるんですよ。まあ、元となるのは Pixel 4だとしても、やっぱディスプレイがね、変わってるってだけでも、結構新鮮味って感じられると思うんですよね。Pixel 4 XL とか Pixel 4に関しては、ソリのレーダーが入ってたんで、その分かなり分厚かったんですよね。だけど今回の Pixel 4a に関しては、まあ、最近のデザインというか、ベゼルレスなパンチホールのディスプレイに変わったので、まあ、結構ね、普段使いする上での新鮮味っていうのも感じられるんじゃないかなと思います。で、まあ、写真はもちろん、Pixel シリーズすごく綺麗に撮れますし、YouTube プレミアムと Google One が3ヶ月間無料になりますっていう特典もありますね。マクロ写真、ポートレート、天体写真も、まあ、高画質で撮影できますと。この撮影後の AI 補正とか、この安定感っていうところは、やっぱり Pixel シリーズは抜群だと思います。あと、天体写真ですよね。4万円台の、まあ、スマホで天体写真まで撮れるっていうのはね、すごいと思います。あと、ポートレートモードとかも抜群に綺麗だし、長時間駆動のバッテリーと書いてますね。ちょっとこの辺はね、どうなんだろう。本当に長時間駆動するのかっていうところは、ちょっと気になりますけど、ちょっとこれはちょっと検証してみようかな。うん、バッテリーの駆動とかは検証してみたいと思います。で、急速充電もいけますよ、ということですね。ワイヤレス充電対応してないのはちょっとね、残念なんですけど、まあ一応急速充電はできますというところですね。まあセキュリティ面も安心と。あとね、これ地味に嬉しいのが、最低3年間は最新の OS と、セキュリティアップデートが自動でインストールされます。3年間ですね。なので、まあ、Pixel 4a、最低でも3年間は、まあ、安心して使えますよっていうところです。はい。で、
デザインもシンプルだし、この特にねディスプレイがやっとこのパンチホールのベゼルレスになって、まあ、良かったかなと個人的には思っています。 5.81 インチですね。まあ、今回ね XL がなかったんですけど、まあ、あの 4A だけに統一したんですよね。 RAM は 6GB で、ストレージも 128GB ですね。ラムとロムの容量が、まあ、ピクセル4、まあ、ハイエンドの方と一緒なんですよね。むしろピクセル4に関しては 64GB っていう選択肢があったのに、まあ、今回、まあ、廉価版というか安くなってるピクセル 4A なんですけど、ロムの容量 128GB 入ってくれてるので、すごいありがたいかなと思います。4万円台前半のスマートフォンなのに、ラム 6GB、ロム 128GB っていうのは、結構すごいですよね、本当に。プロセッサーの方が、Qualcomm Snapdragon 730G、オクタコアですね、入ってますよというところ。まあ、ここに関しては、Pixel 3A よりは向上してると思うんですけど、まあ、Pixel 4とか、Pixel 3XL とか、その辺には、おそらく劣るんじゃないかなと思います。ただ、まあ、実際ね、どんなもんなのか、普段使いではおそらく全く問題はないと思います。差が出てくるのはゲームとか、そういったところをするときに差が出てくるとは思うんですけど、ゲームとかね、やってみてどのぐらいできるのかっていうのは結構興味深いですよね。で、4万円台で結構バリバリゲームとかできちゃったら、これ結構ゲームチェンジャーというか、なるかなっていうところもあるので、カメラは、Pixel 4A は 12.2 メガピクセルの、まあ、デュアルピクセルのカメラ1台です。シングルカメラになってます。ピクセルシリーズは今のところ超広角っていうものを、未だに搭載したことがないので、そこなんですよね。超広角ができれば欲しいかなっていうところではあるんですけど、まあ価格を考えればまあ妥当かなっていうところではあります。で、Pixel 4と比べると望遠カメラがなくなってます。なので、望遠性能はおそらくね、ちょっと低下してるとは思うんですけど、まあその分シングルで普通に撮った場合の写真とか、その辺の品質は、まあ、Pixel 4と、まあ、同等クラスなんじゃないかなと思います。で、Pixel 4A で、まあ、一つ懸念点なのが、防水ですね。Pixel 4A に関しては、防水防塵には対応してないので、お風呂では使えないというところ、水にはちょっと注意が必要っていうところだけ、まあ、懸念点かなと思います。で、あとはね、フェリカ、お財布携帯は対応してますので、そこはね、すごく嬉しいポイントだと思います。だから、防水に対応していないところと、ワイヤレス充電に対応していないところ、我慢しないといけないのはその辺かな。で、あとはマイクロ SD カードは入らないですね。Pixel シリーズはそこ入らないので、その辺かなと思います。それ以外に関しては、かなりこれ、期待できるんじゃないかなと思います。まあ、ここでね、すでに予約購入っていうボタンが出てますので、こう進んでいくと、まあ、選択できます。で、選択肢はもうジャストブラックのみで、容量の選択もなく、42,900円となってます。選択と進んでいって、あとはまあ、専用のケースも出てますね。こんな感じで、Pixel 4A の専用ケースも出てます。で、ケースの方にね、穴開いてるので、まあ、ちょっとわかると思うんですけど、指紋認証は背面についてます。ディスプレイ内じゃなくて、まあ、ここについてるって感じですね。うん、あとは、インビジブルシールドガラス。ガラスフィルムも、ありますね。この公式の方で購入できるようになってます。はい、あとは USB-C の 18W アダプターとか、イヤホンとかもね、購入できるようになってます。まあ、すごいシンプルな構成なんですけども、一応こんな感じで購入することができまして、すでに、私の方では、今ね、一応カートに入れてますけども、購入完了してます。予約の購入が完了しまして、8月の25から27に到着って書いてました。なので、あとまあ10日前後、まあ、10日とか11日とか、そのぐらいしたらおそらく到着するかと思います。はい。まあ、ようやくね、Pixel シリーズの最新スマホが登場ということで、ちょっと今回こちらもね、楽しみに待ちたいと思います。4万円台のスマホでどこまでできるんだろうっていうのにちょっとワクワクしてます。で、結構ガチで、まあ、動くようだったら、本当にね、やばいですよね。この価格で、どこまでできるのか。で、iPhone SE との比較とか、その辺もちょっとじっくりやってみたいなと思っております。はい、ということで今日はね、ちょっとお盆期間中の雑談動画だったんですけども、まあ、速報でもあるんですけど、Pixel 4A 予約が開始されましたので、購入したい方はお早めにチェックした方がいいかと思います。多分これね、遅れると在庫がなくなったりだとか、届くまでの時間がかかったりとかする可能性があるので、気になっている方は早めにチェックしてみるといいのかなと思います。この動画が良かったら高評価ボタン、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。